ボールと先ほどはヒット。ホークスのマウンドには左腕の香山が上がっています。金子裕二は右打席、そしてマスクをかぶるのが高谷、待っています、センターへ初球打ち、金子裕二まずは先頭が出ました。ライオンズです、変わり場の初球から来ました。そうですね、4点差ある中で大事な先頭だったんですけどね、初球をねしっかり勇気持って打ち行きましたよね、それも低めのボールです。ボールをこれはしっかりと、ショート横っ飛び、その横を抜いていきました。4点差ありますから、とりあえずね、ランナーを貯めていくということがね、最重要ですよね。一番泣き山、ランナーを貯めていった中で、クリーンアップで勝負してもらうというね、リプレーコースの突破、ホームランになると一打放ちましたが、これもレフトに上がっていって、どうか、これもフェンスに当たった、金子裕二はどうか、三塁でストップ、秋山二塁へ、秋山ここはフェンス直撃のツーベースヒット。さあライオンズの反撃が始まります。今度は秋山ツーベースです。いや、ここも早打ちでしたね。そうですね、初球行きましたね、一気加勢にライオンズ打線がここは攻めてきています。なかなかね、先頭が初球打った後にね、4点差で次のバッターも行きづらいですけどね、これがですから今の思い切り打線なんですね。13連勝中というライオンズ、そして今サファテも準備を始めているというホークスです。ピッチャー上げましたからね、失点したらおそらく出してきますよね。源田です。ただね、ノーアウト二塁三塁でですね、内野手二遊間下がってファーストも下がってますね、たとえアウトになっても1点ずつ取っていくことによってね、相手はプレッシャーかかりますからね、ノーアウト二塁三塁、2番の源田初球大きく外れます。おそらく次の、浅村から澤手が出てきそうな感じはありますから、あとはここ源田でね繋いでほしいですよね、2球続けてボールです。今宮が今は声をかけに行きました。ファンの声援の後押しを受けて、逆襲の9回です。ノーアウト二塁三塁、ツーボール、インコース、これも外れます、スリーボールです。加山はここでストライクが入りません。今シーズン38試合1勝0敗9ホーム 0.78 という防御率ではあるんですが、今シーズン一旦9月18日には抹消されました。これだけね成績のいいピッチャーがね、こうなるってことはやっぱり雰囲気がね、やっぱそういう風に持ってきますよね。はい、ここは一つカウントを取っています。源田もここは見てきました。5月18日に一旦抹消されて6月13日に戻ってきたという加山、その時にはなかなか勝ちパターンでは使えないというぐらいに信頼を失ってしまったということで一旦抹消されてしまいました。そういった時期もあった今シーズンの加山です。大きなこのストライクになりました。スリーツーです。フルカウント。ここから源田粘っていけるか。
フォアボールを大きく外れた。満塁、ノーアウト満塁です。今日は千賀が好投しました。2年連続2桁10勝の権利を持ってマウンドにあった降りた千賀、その後岩崎2点を失って、さらに香山ノーアウト満塁とピンチを広げたところで、新しいボールを持って佐藤ピッチングコーチが出てきました。ここで先ほどから急ピッチで準備を始めていたサファテに変わります。4点差で香山をまずこの9回送ってきたんですが、ノーアウト満塁、そしてここでサファテに回っていきます。浅村も先ほどツーランホームランがあって、まだあと1回攻撃がありますからということも残していますので、その攻撃でノーアウト満塁、まあね、回ってきます。もう力勝負で分かりやすくていいんじゃないですか、ね。まあ、パワーピッチャー出てきて、はい、バッターも、ね、振るだけなんでね、うん、力負けしないようにね、いってほしいですね、はい。満塁でここからクリーンナップというライオンズの攻撃。ホークスは慌ててここから守護神のサファテを送ってきました。金子裕二、さらには秋山のツーベース、そして源田がフォアボールを選んで、やはりライオンズのこの9番1番2番という3人が仕事をして、そしてここからクリーンナップにつないでいきます。4点差でサーテ出してきますから、はい、だいぶ焦ってるということですからね、まあ、ライオンズのチャンスですよね。で、先ほど平田さんお話にもありましたように、サファテがちょっと先発陣に危険を呈したという試合がつい、ね、先日あったばかりで、まあ、当然その後ろのピッチャーも疲れているんだということを口にしていたサファテ、その8月の1日バファローズ戦では負け投手になっています。その後8月3日サファテはセーブを上げていますが、ここは先ほどツーランホームランを放った浅村が登場してまいります。今日はこの浅村、先ほどツーランホームラン、キャプテンとして14連勝に向けてここでまたいい働きができるか。展開になってきましたね、平尾さん。まあ、ライオンズの方がね、うん、こういう展開になってきたら、ね、4点はビハインドですけど、はい、もう調整でいけますから ねピッチャーはただサファテに変わっています。初球159キロ、大きく外れます。いわゆる159キロ、やはりこのサファテスピードボール、パワーがあります。は外れてボール、2球目、これもレフトの前だ。1人返ってくる、そして2人目も俊足飛ばしてホビーン。浅村、今度はタイムリー、2点差、これで2点差です。ライオンズ大盛り上がりのライオンズファン。さあ、これで浅村も今日は3安打猛打賞で、ホームランの次は2点タイムリー。小さくガッツポーズ、そして拍手、背中で見せるこのキャプテン浅村、4打点です。一気に打点も上げてきました。73まで伸ばしてきた浅村、サファテから打ちました。なおもノーアウト二塁一塁。
同点のランナーが一塁、そして広さん一発が出れば、まあ、ただね、もちろん4番ですから、はい、ね、そこをみんな期待したいところではありますね。初球はボールです。ここから劇的な逆転勝利で14連勝にするか、ライオンズ主砲の中村がこのノーアウト二塁一塁2点差というところで出てきました。ようやく3安打猛打賞、自分も遅すぎますということを話していました。そこからまた状態を上げてほしいという中村、低めのボール打っていきますが、これがサードが取って二塁は無理、倒れ込みながら一塁はセーフだ。記録はヒットです。中村もヒット、松田が一旦は二塁に投げようとして、そして倒れ込みながらの一塁送球、セーフでした。すごい雰囲気になっています。これが今のシーンですが、松田一瞬二塁を見やりながら、そして一塁への送球、記録はヒットです。さあそしてノーアウト満塁で栗山です。32,579人が見つめるこのメットライフドーム、60年ぶり球団最多タイとなる14連勝に向けて2点差でノーアウト満塁です。打席は栗山、今日はまだヒットがありません。当然ですから、この栗山の性格からしますとここは燃えてますよね。まあ、すぐ一本待ちですからね。その初球159キロファールです。初球から行きましたね。点差は6点差だったんですけども、今シーズンのプロ野球というのは、皆さん、スワローズは6点差、タイガースのカープは9点差、まあ、ありますよね。大逆転勝利がありますから、首位ホークス相手ライオンズ、しかも今は13連勝中、さらには満員のお客さん、いろんな要素が詰まっています。ここから一気に逆転サヨナラとなるか、まあ、もちろんね、そのサヨナラを一気に決めることは最高ですけど、じわ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 とね、はい、よりプレッシャーをかけながらね、攻めてほしいですよね。バットは回った、スイングを取られました。ワンボールツーストライク、その差は2点です。浅村、昨年までキャプテンを務めていた栗山、空振り三振、栗山は三振に倒れてしまいました。あのボールを振らされました。しかしここでまたこの男に回ってくるんですね。そうですね、やはり調子いいバッターに、ね、こういう流れで、いい場面で回ってきますよね。はい、まあ、ただ今のね、あのフォークで三振を取った佐保ではね、ちょっとだいぶ落ち着いた感はあるんで、はい、ここ本当のね、ちょっと勝負になります ね。山川、今日は千賀の前には3打席連続三振でしたが、先ほどはツーベースを放ちました。3試合ともに本田を放っている山川、初球は高め外れました。大きく息をする山川、汗を拭うサファテ、
本当は3割4分6厘。ワンアウト満塁です。バッター止まっています。ツーボールです。9番金子裕二からという攻撃。今のボールは大きいですね、うん、次のまっすぐを、ね、仕留めれるかどうかというところですね。はい、また球を整えます。山川打ちましたね。まっすぐを待ってね、いい当たりじゃなかったですけども、やっぱ気持ちがね、勝ちましたよね。強引に行きました。この回4点を取って同点に追いついたライオンズ。今日は富士大の後輩川田がノックアウト。その川田の負けを消したのがこの富士大の先輩山川。同点に追いついています。そしてまた富士大のこの外崎、初球からいった右中間、どうかライトが追いついた。これも追いついた。タッチアップはできません。二塁ランナー中村、ここはスタートは切れませんでした。まあね、前進守備してたんでね、打った瞬間、ですよね。よく追いつきました。いや、しかし高橋を苦しめていますライオンズ。まあ、ただね、サヨナラのね、シチュエーションを作って、非常にね、盛り上がってる中でね、中村のね、もう行きたいという気持ちとね、非常に難しい打球だったんですけどね、ちょっと判断がね、はい、さあ、炭谷です。ここも初球からいきます。ここも内野陣が前に出てきます。サヨナラのランナーは2塁。マスクロ選手会長、住谷1、2塁間破るかどうか、セカンド回り込んで1塁送球だ、アウト。最後住谷はセカンドゴロに倒れてしまいました。しかしなんとこの回ライオンズが4点を返して同点に追いついて、これから試合は延長戦に入っていきます。同点打も飛び出したこの9回の裏ライオンズの攻撃。なんと7対7同点で延長戦に突入するライオンズとホークスの17回戦です。まあね、ある意味奇跡にちょっと近いですよね。そうですね、